機に93式総発型爆撃機93式、総発型爆撃機1型93式、総発型爆撃機は1930年代中期の大日本帝国陸軍の爆撃機。基番号は機に、略称、故称は93式総発型爆、93層、軽爆、93層型など、連合軍のコードネームはルイーズ、開発、製造は三菱重工業、 1930年8月、三菱重工業はドイツからユンカース K37、総発系爆撃機を一機輸入し、翌年春に立川飛行場で試験飛行を行った。この時の飛行は無武装、軽荷重ということもあり極めて軽快な運動性を示し、試験飛行を視察した陸軍関係者の注目を浴びた。1932年1月、陸軍は 満州事変勃発以来の国民からの寄付金約16万2000円を陸軍学芸技術奨励寄付金と称して三3 7とドルニエメルクールを各一機購入。それぞれ愛国1号、愛国2号と命名し満州で近接航空支援と患者輸送に運用した三3 7は戦線でも高い評価を受け1932年9月陸軍は K37 をベースにした新型軽爆撃機の試作を三菱に指示した。三菱は製造が終了したばかりの92式重爆撃機や開発中だった93式重爆撃機と同じユンカース式の波板構造の全金属機ということもあり、1933年5月には試作第1号機を完成させた。テスト飛行では、 最大速度時速 255km を記録し、操縦性も良好であることを示したが、この機体は、その後着陸時の事故で失われた。しかし、続いて完成した、試作第2号機を使って、飛行審査が続けられ、同年11月には93式、総発系爆撃機として、正式採用された。なお、開発中には十二式双発偵察機と呼ばれた、こともあったようで、 1932年11月に描かれた新週丸の計画図にその名を見ることができる。同じ K37 をベースに開発された93、式季重爆撃機とは異なり、基本的には K37 のコピーとも言える機体で、これに機体強度の強化や装備の変更を図るとともに、機体の性能自体も向上するよう各部に改良を加えたものだった。本機も、 低翼単用の全金属製の双発機で、主脚は固定式であったが、エンジンはイギリス製のブリーストルジュピターエンジンを搭載していた。風防、重座とも開放式であった。生産機はシナ自編中、主に満州方面で使用され、本機1機を敷機に93式単形2から3機で編成した爆撃小隊が爆撃隊の主流となった。これは陸軍内部で、 計爆撃機は、双発機が良いか単発機が良いかという議論があり、その接中案として取られた方式であった。この方式は、爆撃機変態の資格をなくす意味でも有効であったが、異なる機体を同一目的で同時に使用することから、整備等の運用面では不利であった。本機は運動性が良く、稼働率も高いことから、 現場での評判も93式重爆撃機や93式探検より上々だったが同時期に他国で開発、採用されていた爆撃機と比較すると性能的に見劣りしていた。このため1936年には性能向上を目指して大改造を行った方が出現した。この方はエンジンをより強力な派鉢に乾装、主脚をなせるない引き込み式にし、 操縦席に密閉式の天外を取り付け、機種銃座にも、休憩の密閉式銃座を設置した。この改造の結果、時速2 8トルの速度性能の向上が見られたため93式双発系爆撃機2型として1937年に正式採用された。それまでの生産型は、93式双発系爆撃機1型と呼称されることになったが、同年には、 より高性能の97式系爆撃機が採用されたこともあり、二型の生産は少数で終わった。総生産機数は174機で、前線から引き上げられた後も浜松、陸軍飛行学校などで練習爆撃機として長く使用された。民間向けには、銃座の撤去や操縦席への風防の追加、機種形状の流線型への変更などの改造を、 施した方型長距離連絡機が1936年7月から南信号の名で朝日新聞社によって運用され長距離通信機として活躍した南信号は1936年9月には羽田新京間約 2000km を9時間10分で同年12月には立川万国間約 4930km を21時間30分で飛行し 1939年2月には、総飛行距離 9300km に及ぶ全中国連絡飛行を行うなど、数々の長距離飛行記録を打ち立てている。また、93式総発軽爆2型を非武装化したのみの機体も、大阪毎日新聞社で連絡機として使用されていた。1型2型、ありがとうございます。